70年代っていうのは多分今までのものが花開くようなイメージ、はいはい、突然変異のようなものも出てきたり新しい時代なんですよね、はい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 、宇宙人が出てくるような70年代に入ってってことですよね。70年代入ってきた、うん、レンジャーズの動きみたいなって、うん、そんなないのね、うん、まあ日本にお得意様で来て、あとは日本の歌謡曲書いてっていう動きが、そうそうそう、日本歌謡曲書いて毎年ライブに来て、うん、で相変わらず当時のヒット曲を集めたアルバムを出してっていうぐらいしかない、うん、あとはドラマーが新しく変わった、うんうんうん、で78年ぐらいにその新しいドラマーが確かコカインかなんかで捕まって、うん、だったり、その中はあんま動きなくて、うんうん、その代わり、うん、我々の演奏に力を入れていこうかな、演奏に力を入れて、その動画の内容としては、うん、今までほどなんていうのかな、内容充実してない、そう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 、充実してないから、うんうん、70年代のベンチャーズは割と安定期っていうんですか、これといったそのアグレッシブなその新しい音楽的な変化もあまりないという感じなんですかね。そうなんですよ、どっちかっていうとその周りの動きに乗っていくと、はい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 、カーペンターズをインストでカバーしたりとか、はいはい、ボーカルの女性を2人入れてもうアバみたいな曲やったりとか、歌入りベンチャーズあるんですよね、うん、でへえ、だからやっぱりアメリカ本国のその時の最先端、うん、カバーマーケティングっていうのは相変わらずしてはいるんで、うん、まあ60年代からまあ60年代末期にかけてっていうのはもういろいろ音楽的にね、そもそも暑い時期だったから、この時代ですね、それと一緒に激動してきたけども、うん、まあ70年代入るとね、音楽シーン自体が産業化してくるというか、あ、そうですよね、産業、はい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 、うん、まあ、それと同時にやはりベンチャーズも同じように乗っていくって感じなんですかね、はい、うん、なんかベンチャーズサウンドみたいなのがあんまり薄れてる、もう完全に薄れてる、あーカーペンターズとかもなんか普通にピアノ入ってるしストリングスも入ってるし、へー、だからベンチャーズがやばいいんじゃねえかっていうなるほど、もうサウンド聞く限りはもう全くベンチャーズ影はないんで、ほーなので、ね、なんか基本的なノリというかね、うん、なんかそういうのはなんか相変わらずベンチャーズ、そうそう、音とかノリとかあるんだけど、ほう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 、もう全くイメージをかけ離れて、なるほど。今は。じゃあまあ何でもやのスタジオミュージシャン的ななんか感じになってきてると。だからそこら辺の曲を割と力を入れて、俺もしっかり再現してみようなるほど。再現、ね。はいはい。思ったりして、はいはい。それはそれで勉強になりそうですよね。はいはい、それはそれで。当時の音楽もいろいろあるし、カーペンターズもそうですし、うん。そうですね。やっぱ当時のディスコサウンドっていうのも大事で、はあはあ、16ボンプが普通に入ってくるんですよね。なるほど。そこにはやっぱファンクっぽさもあったりするので、うんうんうん、本当やっぱりな70年代っていう感じですよね。すべて。なるほどね。はい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 。あれはあれグルーヴとして洗練されてきて、うん、四つ打ちのキックになってきたり、うん、ハットが16でみたいな、はい。もうそこのルーツになりますよね。そうですね。そこも。簡単じゃないですからね。はい、簡単じゃない。そう。それ逆にこの3人でやれたら。そうなんですよ。シンプルに、セッションっぽくできるものがあんまなくなってきたっていうところもあるんで、結構やるの難しいと思うんですよ。はい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 。だからそういうの、しっかりやってみようかな。フレーズとかね、カウントメロディーとかも決まってきてるんで、うん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 、どうしてもアドリブの要素がね。コード進行とかもそうですし、ロックンロール的な感じじゃあんまなくなってくる。なるほどなるほど、まあ、ロックの進化とともにね、進化とともに我々もこう一緒に進化していくと、そうですね、なぞってみると60年代からやってきたんではい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 、ね、じゃあ同じ流れやってみようかな。なるほどね。時代と同じ流れでやると、うん、今までの解釈が変わってくるんで、そうでしょうね、が変わってくるはずなんです。はい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 、より本物っぽくなって、うん、 そうですね、それまである地点からいきなり16に入ったりとか、はいはい、入ったりっていう、うん、こうルーツが根なし草なんで、はい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 、でもやっぱり今辿ってきてるので、はいはい、うん、こう跳ねた中でのスクエアするスクエアにしていくとかっていうのも可能になってくるので、はいはい、そうなってくるとやっぱり全然拍の広さとかが変わってくるので、うん、より良くなってくると思います。なるほど、拍の広さとかいう、そうです、そういう世界ですね、いわゆるスクエアじゃなくて、はい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 、なんか違うスクエアになってる、はい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 、
うん、今までね、じゃあ16ビットやろうかっつったら、まあ、うん、なんとなくやってたやつが、はい、ね、歴史の上に乗っかって新たにやるってことですよね。うん、結局同じことが繰り返されるんですよね。3連がスクエアになっていったように、うんうんうん、16もスクエアなんだけど、実はそれもあの早いあのシャッフルというか3連をスクエアにした感じなんだよっていう、うん、そのファンなんですけど、はい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 、スイングですね、いわゆる、ね、はい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 、ずっとベンチャーズのルーツにあった、うん、スイングっていうのも大事になってくるんで、あの全てがつながってくると思います。なるほど、はい、うん、楽しみでした。なので次回の動画では6曲ぐらいやってみます。いいね。6曲ぐらい。前半3本後半3本。うん、おお、うん。3人で、じゃあよりベンチャーズのね、歴史的ないろんな話よりも音楽的な話が多くなりそうですね。はい、うんうん。あと次回はね、木村さんともちょっと話したんですけど、ベンチャーズの動きはそこまでない分、世の中のロックがこういう風になってて、ああはい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 、ベンチャーズがそこでこうあのついていったっていう。なるほどね。するとこのベンチャーズじゃなく、うん、当時の洋楽の、うんうん、そうですね、音楽の流れを追いつつ、うん、そこでベンチャーズはどうしたか。なるほどね、うん、まあ、ベンチャーズをネタに70年代のロックシーンを、そうですね、うん、っていう風にやってみるとね。なるほどね、はい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 。70年代ロックシーンっていうと、まあ、当然その出てきたのとしてはやっぱハードロックですね、セッペリン。ああ、なるほど。あとはね、ギターがどんどん歪んでくるんだ。ディープパープルだったり、よりスクエアに、あ、はいはいはい、早くなっていくっていうか、はい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 、いう傾向があるんですけど、はいはいはい、それとは同時にブルースロックの流れもあったり、あのクラプトンとかですね、うん、あっちの方のロックっていうのもあるんで、はい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 、ロックってこう多様化していくんですね。当然ジャズロックって言ってあのフュージョンですね、いわゆる、おあっちの流れも来ますから。なるほどなるほど、どん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 広がっていくわけですね、はい、それをじゃあ、うん、6曲さまざまな、はい、ちょっとずつ練習そうですね、ちょっと練習してて、練習して、練習ですよ。山上先生どうですか、それ楽しみ。まあ逆に70年代の音楽しかやってなかったぐらいなんで、ああそっか、そう、その前後というかがね、まあ前の動きも知りつつの70年代だっていうことが分かっての演奏ができるっていうのはちょっと勉強にもなるし楽しみです。なるほどね。山上先生はそういうじゃあ70年代ロックからドラムを始めたんですか。70年代は特に好きですね。まあそうですね、メタルもちゃんと通ってますし、あフュージョンあたりもやっぱチックコリアとか、あメーターリポートとかね、あそこら辺もやっぱり聞いてきてますし、ほうほう、うん、もちろんスワンプも聞いてきたし、ほうほう、まあ、ジャニスとかね、あそこら辺の人たちも、なるほど、ストックとかワイトトーとかもやっぱ好きですし、なるほど、なんかその70年代の盛り上がり全般がやっぱり一番好きでやってきたんで。なるほどね。じゃあ待ってましたって感じだけどもまあ今まで通りやるんじゃなくて改めて歴史を踏まえてグルーヴを出していこうかと。うん、そうですね、普通にやってきたけど改めてやってみたい、もう一回ね、うん、やっぱり60年代後半からやっぱ70年代っていうのは多分今までのものがもうなんかちょっとなんていうかな、花開くようなイメージ、うん、はい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 、うん、様々実験を乗り越えてね、でなんか本当に突然変異のようなものも出てきたりとかですね、うんうんうん、やっぱりなんか新しい時代なんですよね、はい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 、なんかもう宇宙人が出てくるような、うん、あイメージに近いのかなっていう気がして、なるほど、それっていきなり出てきたわけじゃなくてやっぱその までの流れがあって、でそこにあのリアルタイムプレイしてる人たちっていうのは当然一世代前の音楽を聴いてるわけで、うんうん、そこからインスピレーションを得てるので、はい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 、あの全部つながってるので、まあ、ちょっとそれが証明できたりと。なるほど、スワンプもやれてこの3人でね、はい、ディスコもやれたら強いね。そうですね、強い3ピースだね。そうですね、最小構成なんですけどね、かなりね、じゃあちょっと楽しみにしておりますね。はい、はい、いつになるか。そうですね。いつぐらいになりそうですかね。春ぐらいには出せそうですかね。春できそうですね。ああ、できると思う。はいはい、はい、
まあ、3月4月、はい、また桜の咲く頃に、はい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 、じゃあちょっと楽しみにしてます。はい、はい、よろしくお願いします。